声よどり声よどりは、鶏の品種の一つ。江戸時代に、秋田県北部の米代川流域で飼育されるようになり、現在は、北東北で飼育されている。越後の遠丸と、地鶏との交配によって作り出され、後にプリマスロック種との交配が行われた。体重が 3.5kg から 5kg ある、大型鳥である。長鳴き鳥としても有名で、 調子をつけながらおこそかに、ごっこ、ごうおとなく声に特徴がある。秋田県勢両鳥ひない鳥、金八鳥保存会や、天然記念物全日本勢両鳥保存会などが、飼育や繁殖及び血統種の保存活動などを行っている。秋田県北部に生息する声よ鳥り、ひない鳥、金八鳥を特に秋田三鳥と呼び、声よ鳥とひない鳥は、国の天然記念物に、 金八鳥は、秋田県の天然記念物に指定される。また、秋田県大館市には、大館郷土博物館に隣接して、秋田三鳥記念館がある。日本産大長鳴き鳥の一つとされる。有形文化財和野市教育委員会、財政援助団体等監査和野市声踊り、機内鳥、金八鳥大館市秋田三鳥記念館、大館市。ありがとうございます。